無所属で都民ファーストの推薦を受けている当選者の方がそのまま公認という形になりますので、都民ファーストの会都議会では50代半ばという一大勢力になるということですね。はい、まあそれにしても本当にあの風が吹くといっても、うん、これほどの風が吹くというのはちょっとびっくりしましたね。びっくりしましたね。いろんな意味であのこう国政に与える影響も含めましてね、昨日の結果というのは、まあ、小池さんに対する支持と、うん、自民党に対するしっぺ返しと、うん、両方が重なったような気がするんですね、うん、全部が全部小池さん支持というよりももうこの自民党には任せておけないと、どっちかというとこう最大の小池さんの応援団というのは安倍さんであり下村さんであり稲田さんでありですね萩生田さんだったんじゃないかと、これはずっと後ろで小池さん小池さんって応援してくれたようなですね、うん、選挙でですね物の見事にそれがですね小池応援団に変わって自民党23まで減らしてしまったということだと思うんですね。あの自民党の議員さんは This is 敗因って This がトヨタ、H が T がトヨタ、H が萩生田さん、で I が稲田さんで、S が下村さん、そういうことを考えてらっしゃる自民党議員もいるんだなと思ったんですが、まあ確かにその通りなんですけど、それにしてもあの自民党がこう負けすぎというんでしょうか。あの相当苦戦はしても30代前半が取れんじゃないかっていう、そうですね、見方は東京都連もしてたみたいですね。あの40を割ったら、うん、あの危機だぞと言って40取れるかなと言ってて、うん、いやそれが、まあ、30代維持できるかと、うん、まさかですね30まで割るということはちょっと考えられなかったと思うんですね、うん、23ですからね、どうするんでしょうかって感じですよ ね。あのまあはっきり言って安倍政権に対する相当のですね、あの厳しい審判だと思うんですね。一つはあの東京都の場合ですね、地方選挙と違ってあの遅延決戦がないですからほとんど、そうするとやっぱりあのほぼ世論調査に等しい数字が出てくるわけですね。あの自分が今の政権に対してどう思ってるかということですから、地方よりもむしろあの国政に対するですね評価っていうのが普通の数字で出てくるという形からするとですね、完全にこれはもう安倍政権に対してノーというのが、東京都民の発想だということになると、まあ、全国の10分の1の有権者がいるわけですから、一般的なサンプリングとして1割取ったサンプリングとなれば相当正確ですから、これはもうはっきり言って自民党政権に対して日本の有権者全体がですね、ノーと突きつけたに等しいということに取れると思うんですね。あの前回国政選挙で言いますと参議院選挙がありました。その時の自民党の得票数が180万ですか、東京都選挙、はいはい、で今回と、都民ファーストの会は200万票をこう取ってるということで言うと、得票数でも今回非常に多い、まあ、国政と地方選挙一概に比較はできないにしても、それだけその今回の選挙、まあ、投票率も高かった、はい、この投票率が高いってことは興味がある関心があるっていうより、何かしら自分自身のメッセージをまあ、都議会というものにこう伝えたいというお気持ちを持った東京都の有権者の方、ね、だから東京都民がですね、あの昨日気持ちをこう託した形がですね、あの小池さんの知事選挙じゃありませんので、あの都議会議員選挙ですから選択肢がこういくつもあるわけですね、都民ファーストもあれば自民党もあれば民進党もあれば共産党もあるという中で出したわけですから、そうするとあの基本的に例えば読売新聞がですね、ずっと世論調査のたんびに 61% の支持率で、はい、この間落としたとはいえ 49% だったと。でこの東京都のこの結果を見るとですね、そういった世論調査って本当だったんですかというですね、かなり数字でズレがあるんじゃないですかというのを、その実態をですね都民が示したと、違うだろうと、本当の支持率ってこんなんだよというのが結果、自民党の23に結びついてたと思うんですね。あのその支持率にしましても、その事前の都議選が始まる前は、自民党と都民ファーストの会がこう競っていて、そうですね、で直前になって都民ファーストの会がちょっと水をあけましたけど、これだけの大差が出るっていうふうには思えませんもんね。やっぱりあの直前にですね、6月18日にまあ衆議院が解散したと、でその5日後は6月23日が、あの告示でしたからね、はい、そうなるとやっぱりあの国会の閉じ方もですね、都民は見てるわけですよね。そうですね。ですからあの安倍さんはずっとですね、小学校とか屋内の演説しかしなかった、最後の最後やっと秋葉原でですね、
初めて屋外の街頭演説をしたと。で、まあ、当然あの NHK なんかはこう周りの音を入れちゃうと演説は聞こえませんから、完全に消してるわけですけども、昨日も投票が終わったもんですから、各テレビ局があの秋葉原のですね状況そのまま生あの音を流したわけですね。ほとんど聞こえないわけですよね。安倍帰れとか、もう来るなとか、そこの横であの川上さんの奥さんがなんかわめいてるという、凄まじいですね。まあ選挙中はあれは見れないんだからしょうがないかと思いますけども、ツイッターではすごかったみたいですね。でも全てその安倍さんの安倍さん側近ですか、昭恵夫人もそうなんですけど、それから国会運営見てきても、さっきあの大谷さんおっしゃった通り、国会が閉会しました。これ無理やり閉会したような感じも我々受けましたけども、全てがこう裏目裏目にこう出てった中で、でまあこういう結果にはなったわけですが、まずその都議会にちょっとスポットを当てるとすると、50代半ばの、都民ファーストの会の議員さんたちがこれから、まあ、小池知事を支えつつ言うべきことは言うんだと、皆さん口を揃えておっしゃってますけども、よく言われるのがその政治の素人ばかりじゃないかと言う。でも誰でも1年生の時は素人の人が多いわけだし、生地こう秘書をやっていたとかね、こう政治職がある程度分かっている方じゃない方が逆にいいんじゃないかっていうことを言われてますけど、ズバリこれどうなんですかね。これはあのやっぱり一番私が心配するのはですね、あの大阪維新で橋本さんが知事になり、はい、その後大阪市長になって、はい、で一大ブームですね、まさにあの風っていうかですね、ふわりとした民意とかいう表現をしてたわけですね。でその後の維新を見ていくと、まあ、今回都知事選にも立てましたけども、まあ、一人しか通ってないですよね、はい、もう完全にもうあの凋落の傾向であって、大阪の松井知事が東京に来て演説してですね、都民が誰がそれを聞いてるのかということになると、もう完全にですねもう小さな政党になりつつあると。で、あの時にやっぱりその橋本さんの周りにですねいろんな1年生議員を含めて集まったと。で結果はですね惨憺たるものになったわけですね。と小池さんの今回のその集まった都民ファーストの議員たちがあの鉄を踏まないということをどこまで頑張れるかということになると思うんですね。ですよね、うん、確かに小泉チルドレン、あと安倍チルドレン、はい、橋本チルドレン、まあ、今回小池チルドレンと言い方やめてくれって言ってましたね。ファーストの会の皆さんおっしゃってますけども、だから果たしてじゃあ実際これ問題は山積してるわけですよね。あの豊洲来年の5月にちゃんと移転できるかどうかも含めて、あとオリンピックの問題もありますし、この先じゃあ都議会がどう小池知事に、まあ、小池知事を支えて、あるいはこれは知事おかしいでしょって言えるかどうかですよね。おそらくあの来週あたりの週刊誌からですね、いわゆるその言い方は嫌いな小池知事に対するですねスキャンダル暴きにですね必死になって走ると思うんですね。それぞれの維新の時もそうでしたけど、それに耐えうるかどうかということと、それからやっぱりあの人間寄ってくる人は可愛いわけですよね。と橋本さんの時もそうでしたけども、結局地金が見えてくると橋本さんのそばにいればなんかいいことあるだろう、なんかおいしいものにありつけるんじゃないか、おこぼれがもらえるんじゃないか、そういう人たちがどれだけいたのかってことは結局ですね維新を潰す大元になったわけですね。と小池さんの場合は本当にその一人一人にですね、あなたは何しに私のところへ来たのか、これから何をするつもりなのか、から小池さんおっしゃった公認会計士もいれば税理士もいるんだからチェックはできるはずだと、本当にチェックするんですかと。一番あの質問が多かったのは、二元代表制じゃなくなるだろうと、議会こんだけ取ればですね誰もチェックしないと、まさにあの維新の時と一緒なわけですね。それに対して小池さんがですね、私を批判もできないような人なら来るなというぐらいのことが言えるかどうかと。これはもう本当に反面教師が一回大阪が経験してるわけですから、そこをしっかり見てってほしいと思うんですね。さあここから今度は国政に与える影響なんですけども、まあどの各紙もね、安倍一強にとっては大きな打撃って、それわかるんですけども、じゃあ今後の国会運営とかいろいろこう見ていく中では、やっぱり憲法改正ですよね。秋の臨時国会で憲法審査会がちゃんとこう調査を報告して、で一気に2020までには、憲法をこう変えたいと、まあ、9条第2項プラス第3項という話もありますけど、はい、これに対する影響というのは大谷さんどのようにご覧になりますか。今回の結果を受けてですね、一つはっきりしたことは、
解散がいつになるかという問題と、それからおっしゃっている憲法の問題だと思うんですね、はい、で安倍さんがじゃあこの状況の中で都議会で23しか取れないような自民党がですね、オリンピックまで安倍政権続けることに対して自民党内含めて他の派閥を含めてですね、あと3年4年やれということがあり得るのかと、少なくともこの数字を見る限りもういいよと、次の解散まで言ったらあんたそこでどいてくださいという解散になるんじゃないか、だとすればその憲法のことをいくら言ったところで、今回の公明党がですね、結果小池さんを勝たすことになったんですね、はい、で山口代表は国政とは違うんだというふうに言ってますけども、公明党は腹の中ではじゃあ国政を見てもあなた方公明党がついてなかったらこのざまでしょうと、都議会見てごらんなさいよと、じゃあ国政でも我々がへそ曲げたらあなた方都議会の23みたいな目に遭いたいんですかというような強気に出る可能性あるわけですよね、うん、このねじれをどうしていくのか、うん、とすると公明党はなんだかんだ言いながら憲法改正に関して言うと総幹会の告知を含めてですね、これは触っちゃいけないと思ってるお年寄りがいっぱいいるわけですよね。でそこに公明党の協力を得ながらですね、憲法ってことが口にできるのかどうなのかということからするとですね、特にあの稲田さんがですね、自衛隊もからもお願いしますと、じゃあ自衛隊は自民党支持なんですという組織を憲法にですね、自民党支持の組織を明文化して参考に付け加えるのかということになれば他の政党は冗談じゃないと、まずそこはっきりしてくださいという話になるわけですから、早めに内閣改造して稲田さんを含めて、あるいはもろもろ問題になった方々を含めて総大臣に願ってとにかく改造を早くするということぐらいしかできないと思うんですね。ですね、うん、まあ、あのその内閣改造なんですけども、まあ、8月中とは言われてましたけど、自民党内にいやもうそんなの持たないと、まあ、待たないですね、うん、待ってない、これ続ければ続けるほどですね、あのボロが出てくると思うんですね、うん、特にあの都連がですね、下村さんがおり萩生田さんがいるという状況の中でですね、もう総崩れなわけですから、うん、早く自民党の形を整えないとですね、うん、これはもうあのどん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 死に体になっていくと、うん、からもう一つはあの少なくとも解散権ってのは首相の専権事項ですけども、うん、自民党の中であんた一人には任さんよと、合意形成ができない限りは解散は手を振らせないぞという流れが出てくると思うんですね、うん、その自民党内に静かながら地殻変動が起きているってことも言われてます、はい、もう今日は新聞の中でも具体的にもう要するにポスト安倍ということで、岸田外務大臣の名前とか、あるいはこの番組に何度も出ていただいている石破茂さんとか、あるいは野田聖子さんの名前も出ています。自民党内にこれあの今回都議選は自民党だけじゃなくて都民ファーストという受け皿があった、はい、この受け皿にわーっとこう風が吹いたわけなんですが、これあの野党がですね、もう民進党に至って今回5議席でしょう、その内心ああよかったゼロじゃなくてっていうような、うん、まあはっきり言って手たらくですね、ですね、自民党内に新しい受け皿というものが出てくるとなると、例えば小泉ブームもそうでしたけども、はい、これまた自民党としては党全体考えた場合、あ、党として与党でいられるんだったらそっちの道の方がいいよねって出てきます。この流れの中でですね、あの自民党の中でですね、あの麻生派を含めてですね、やっぱりその保守の中にもその本流とですね、から革新的な保守とですね、はい、あっていいんじゃないかと、でその中でその民進党の中でですね、憲法に関しても考えの近い人がいると、逆にやっぱり野党共闘だと思っている人たちもいると、とすればですね、今回の状況を見て壊滅的なのはやっぱり民進党なわけですね、はい、そうすると安倍一強体制がもうダメだということになれば、これを否定しようと、でそれをずっと否定してきた民進党の中で自民党と近い人たちがいるじゃないですかという形でですね、この保守の中に濃淡が出てくるという可能性もあると思うんですね、うん、そうなってくるとまた小池さんに戻りますが、
小池さんは当然これ今私は都知事ですとはおっしゃってます、はい、でも内心これはあくまでも推測ですが、もちろん国政にお戻りになって自民党総裁選にもお出になったことがある方ですから、総理総裁ということも考えていく、それは自民党ルートですよね。一方この野党、それでもある程度の数はいらっしゃる、でまして民進党あたりは今ちょっと狙われてるのかなとは思うんですけど、 そうですね、そこで野党再編をしてっていうことも考えられるとすれば、大谷さんどのようにご覧になりますか。小池さんがどういう立ち位置でいくのかと、もちろん今のところですね、私は知事だと、から都政をちゃんとするんだとおっしゃってるわけですから、そう簡単に国政に出ていくとは思えない。だけど今回の東京都の結果を見るとですね、ずっと世論調査の中でその安倍政権が支持されてきたもののトップが常にですね、他に変わるものがいないからというのがアンケート調査のトップずっと占めてきたんですね。変わるものが出てきたらどうなるんだよとやってたらこのざまですよね。変わりさえいればいつでも変わりたかったんだという本音を見事に東京都民はぶつけたわけですよね。もうよかった、いらでもあそこしょうがないからやれやれだともうあそこ入れなくてもいいんだというのが今回の流れだとすれば、どうなんでしょう、国政にですね同じパターンを持っていったら、もうやれやれと都民と同じ反応を示したとすれば大地殻変動が起きるわけですよね。そこで今要するに都民ファーストとしての国民政党はできていません。でただ国会議員としては今3人から3人、若狭さん、自民党を離れた若狭さんと、それから民主党を除籍された、まあ民主党を離れた長島昭久さん、そして、渡辺芳美さんが維新の会から今、小池さんのもとに馳せ参じた、この3人を中心にしてあと2人加わるとこれ政党なんですね。もう大丈夫ですよみたいなこと小池さんおっしゃってますよね。だから本当に維新がですね国政に出てた時と同じような形で頭数は揃うかもしれない、ただやり方としていつどんな形なのか、場合によったらですね結局はいつの間にか消えてなくなってんのか、あるいはですね日本維新の会のように完全に安倍政権の補完勢力として、で安倍政権が強ければいてもいなくてもいい存在になってしまうということになるのかですね、そこら辺は小池さんの勝負感だと思いますね。その勝負感は今のところはずっとこう冴えてるわけですよね、ただこの先果たしてどういう風が吹いて、その風を読み間違えちゃうと、今回のようなことになると思うんですが、ちなみに朝日新聞デジタルの調査ですね、朝日新聞が緊急世論調査というのを行い、電話調査ですね、はい、これ通常の世論調査とはまた違ったスタイルで行って、そうですね、これが7月1日2日の週末です、この前の、電話調査、世論調査をしました。で安倍内閣の支持率、前回調査が 41% だったのが、今回調査 38%で不支持率、これが 37% から 42% に上がったということで、およそ朝日新聞の調査では1年半ぶりに支持が不支持を下回り、ね、まあ、不支持のが上だっていうことです、ね、だから毎日と朝日がですね、全国紙の中では逆転したわけですね。毎日は前回の調査で逆転しましたし、はい、いずれも2015年の秋ですから安保法制が通った時に逆転したと、で今回また逆転したと。ただ大きく違うのは、前はその政策に関してこれダメでしょうという形で逆転してるんですね。で政策ってのはやっぱり、例えば北朝鮮がミサイルをボンボン撃つとか、はい、トランプ政権が誕生するということになると、やっぱり日米安保っていうのはあってもいいんじゃないか、安保法制っていうのは必要だったんじゃないかと思う人たちがいるわけですから、政策について逆転した時っていうのは割とですね揺り戻しが早いんですね、はい、で今回のこの調査っていうのは嫌だっていう嫌悪感ですよ、感覚なんですね、うん、これははっきりと今の民主党は悲しいかな、それなんですね、うん、あの時の政策で具体的にどこが悪かったんだ、うん、確かに震災の後の失敗したかもしれない、それよりも何よりもあれは何にもできない、とつけたレッテルがもういくら透明を変えようとですね、剥がれないですね、うん、と2015年の時の調査と今回の調査って最大違うのは、具体的に何だっていうんじゃないんですね、共謀罪が頭きたからそれ支持しないっていう人はわずか少なくて、むしろ家計に対する対応だとか安倍さんのあの時の答弁だとかいう中でもう嫌だと、これはなかなか消えないんですね。
まあ、今月中の内閣改造でなんとか立て直しを図りたいということなんですけども、あとは解散ですね。解散ありますか。昨日コメンテーターの後藤さんなんかは、これ解散の時期をどうするのか、近づけたって今の数字ですから絶対破れちゃうと思うんですよね。もう負けする、ところがじゃあギリギリまで、伸ばしていくと、いうことになるとよく言われるところの追い込まれ解散ですよね、このまんまどっかで支持率が回復すればいいわけですけど、こんな状況ですからジタバタしてるうちどん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 もっと悪くなるかもしれない、麻生内閣が負けてですね、民主党政権に取って代わるときに散々自民党の中で言われたのは、土砂降りになって出ていく雨宿り、表現をされたわけですね、結果出てったときは土砂降りだったから、ものの見事に民主党にひっくり返されたと。で今回も今の状況が土砂降りなわけですよね。で雨宿りをずっとするのか、この土砂降りはもっと続くのか、途中でひょっとしたら上がるのか、安倍さんそば見て考えてるんじゃないですかね。ですね。まもなく G20 がドイツで開かれますけども、トランプさんと安倍さんお互いに大変だねということをこう傷を舐め合うんじゃないか。フェイクと言ってないですからね。言ってないですよね。はい。